よいしょー、おーすげえいえ、す、と、そんな飛べるちょっと、あ、どうも、山田です。はい、どうもして。はい、今、あつしさんのね、お家ちょっとね、遊びに来てて、はい、猫ちゃんたちがね、普段動画あつしさん上げてるんですけど、僕ね、もう動物っていうか、もう猫ちゃんほんと大好きなんで、うん、はい、来たんですけど、ちょっと一個だけあの問題があってですね、僕猫ちゃんのアレルギーなんですよ、はい、なんだけど、遊びたいですね。だから今日僕は猫アレルギーのやつがどの程度まで遊んでもいいのかっていうのをそう自分で試したくて、今日なるほど、検証ですよね。まあ、そうですそうです。熱が出るとかはなかったんで、はいはいはい、昔ももう本当にもう数年ぶりに猫ちゃんと遊ぶんで、今日は猫ちゃんと戯れてる動画をお送りしようと思います。はい、じゃあ淳さん、よろしくお願いします。お願いします。ほらもういやいやちょっと待って、なそえ君そんなになの何が起きてるのか分かった。おお、いった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 いた、おいいや、すごい厳しい。ああもう、ああ疲れ、ああ戻っちゃった、ああ戻っちゃった、はいはいはい、おいおお、もう画面に収まらないもんねそうですよね、そう、綺麗に外入ってくるこの子は何歳ぐらいですか。これ1歳ですね。ああまだまだちょ、向こうも面白いことになってんぞ向こうも面白いことになってんぞ。はい、おい、ちょっと俺が、猫ちゃん、ほら、これどうだ、反応せんのかい。おお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 、2匹とも、いった。おお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 、目が疲れちゃって目が疲れちゃってまだね、まだ大丈夫っすわまだ、なんかちょっとだけね、鼻のむずがゆさを覚えてきました。あー、なるほど。なんかアレルギーの人って結構程度あるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。そうそうそう、自分はあれなんですよね、本当にまあ、粘膜がちょっと痒くなるとか、で、あまりにこう、すげえことになってるな、今全然動かないの、それ。あ、いた、あ、いた、あ、かわいい、あ、やばい、来るかな。お、2匹とも、お、来た、お、あれ、よいしょ、ほら、来た、おい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 、はい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 、あー、ニック、ほら、もうこういう感じになっちゃうもんね、ニックね。あはははは、ゴロンしちゃった、ニックそう、さっきからね、2匹は見るんですけどね、もう一匹いらっしゃいますよね。そうですね、男嫌いなんで。なるほど通りで俺の前には姿を出してくれないとどこに、あ、こっちにいるのかな。あ、いた、ティガーさんティガーさん、ずっと隠れてるね。じゃあ、ニックと遊ぶかね。あ、もう勝てん、あ、すごい、うわ、もう、何です、もう、あ、もう、やらしい、もう、この、なんて、すべてを委ねてる感じ何これ。あつしさん、今、いい感じね、はい、僕ね、あ、もう来てます。鼻からね、喉に降りてきてるね、やばいいな、猫いる生活、いいですね。いや、いいっすよ、最高っすよ。なんか全然寂しくないじゃないですか。あ、まあ、寂しくないですね。寝転び硬い。くつろいで。どこで寝転び全手元に来た時だけ掴むみたいなそのスタイル。横着しながら遊んでるね。あつしさん。はい。ティッシュどこっすか。目に今来て、目は全然なんですよ。赤くもなってないし痒くもないですけど、その代わり喉が本当に今、苦しいわけじゃなくて痒い。喉が痒いですね。そろそろ限界かもしれない俺。はい、ということで、まあ、今回なんかまあ緩い動画ですけど、まあ、のアレルギーの人間が、猫ちゃんとお家で全力で遊ぶと、まあ、の30分ぐらいが大体限度だということが、分かりましたので、はい、それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。